エイジ g は1960年に高畑法生が制作した日本のファッションブランドジーンズ。また、日本最古の国産ブランド。現在はジーパンセンター社会のオリジナルジーンズとして商標登録されている。1963年のキャントン節より数年早い1960年に高畑法生が制作した12オンスのアイゾメデニムがエイジ g である。 高畑法政は1962年に日本製ジーンズコーンポッパーも制作している。諸説あるものの国産ジーンズのパイオニアと有力視されている。1963年は繊維基地輸入自由化の年であり、大石貿易がキャントンを常見みウェイ8商店が BF-359 ジーンズを発売した年でもある。 ブランド名は、縦、横糸に8番手の綿子を使った8000番とされたデニム生地を使用したことから由来する。高畑法政での商標登録は抹消されていたので、ジーパンセンター酒井会長が改めて、A と G の商標を登録して、生産、販売している。ジーパンセンター酒井会長の酒井和孝は、高畑法政に在籍していた。現在、酒井の ショップオリジナルとして丈夫、履きやすい、格好いいの三本柱を原点としている。ジーパンセンター酒によるオリジナルのエイトジーは1995年に発売。エイトジーのロゴはボールマークと言われ、商標登録がされている。2020年にブランド誕生の60周年を迎え、それを記念としたジーンズや東洋エンタープライズ社のバズリクソンズとの コラボアイテムなどをリリース。当初は8503、8505、8510の3型しかなかったが、現在はヴィンテージジーンズ、レギュラージーンズ、ゼロシリーズ、ワークチのカラーパンツ、ビッグサイズ5ラインで展開。ヴィンテージジーンズには28オンスデニムを使用した通称2キロジーンズやオリジナルデニム生地の男デニムが主流となっている。 2キロジーンズは特注の28オンスデニムを特注ミシンで縫い上げたジーンズである。A と G の28オンスジーンズはヤード換算。2017年現在、他社で換算されているメートル換算によると32オンスとなり、国内では随一のヘビーオンスデニム生地となっている。あたりの重さで表される。1オンスは約2 8 3 4ム。 ジーパンセンター堺会長の遊び心で作り始めたヘビーオンスデニムは現在日本で最も熱いヘビーオンスデニムとなっている。男デニムシリーズではザラついたデニムをオリジナルで折り上げ28オンスまではいかないが、これもまたヘビーオンスなジーンズとなっている。生地がザラリとしているのが特徴で独特の経年変化を見せてくれる。 ゼロシリーズは低価格高品質を掲げているだけあって、とにかくコストパフォーマンスに優れたジーンズがラインナップされている。ゼロはジーパンセンター境会長の利益を限りなくゼロにして A と G の良さを多くの人に知ってもらいたいという考えから付けられたネーミング。以下の種類の製品が販売されている。その他、ウォバッシュパンツ、ベイカーパンツ、 オーバーオールなども取り扱っている。現在、8G ブランドの商品が購入可能な店舗は、千葉県市川市岩谷の16の16、ジーパンセンター酒井元山田店東京都葛飾区、新小岩市の51の12、ジーパン屋酒井新小岩店愛知県名古屋市中村区、大抗通り6丁目8番地、ジーンズショップ藤山。ありがとうございます。